俺を見てくれた。武具はない、食料のみ。ここを離れねば。誰かが俺をかくまってくれた。その者が太刀も。誰が歯を研いでおった？武士か？俺の鎧壊れておる。だがあるだけありがたい。ここにはない。私に任せて。お
ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ねば止めねえ。止めを出せ。少しならあるから、持って行って。言うなってな。太刀が欲しいならついといで。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユノ、後にして。くそ、かがんで。どうする。こっち。待って。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか。地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが酒井陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。兼田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。やめろ。飯を探していただけなのに。よし。
まずい。隠れるところがない。このまま出たら、あいつらに見つかっちまう。一か八かだ。待って、荷車が。今だ。戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。そんなものもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。この先に住んでる。いるか。まずいね。もうこれ見つかったんだ。見張って俺が調べよう。太刀さえあれば。家の中に隠したのかもね。どこかにあるはず。我が名は酒井仁、地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め、命を救った太刀だ。殴られたのか。いいえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。
稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよう。はい、叔父上。さあ、撃ってこい。わしに当ててみよう。よし、ジン、撃ってこい。よろしい。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。では、そのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手から、いかにして身を守る。私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも、武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が勇ある武士だと示してみよう。敵をひるませ、即撃で仕留めろ。攻撃で防御を崩し、素早く打ち込め。攻撃で敵をひるませ、即撃で仕留めろ。で防御を崩し、素早く打ち込め。守りの構えだ。守りの構えから素早く動ける。よし、よく防いだな。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせよ。よし、では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。撃たれる寸前に受け流すのだ。覚えが早いぞ。無意に動いてはならん。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。わしがついたら避けるのだ。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。よい切り返しだ。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有限を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ。
早すぎる。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますが。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。I've not there, samurai. だね、馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。
騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。だろうね、もう隠れんたちも取り返した。ちょっと、一人も逃がすでない。あっちベリーティーム。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが、どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。馬屋へ急ごう。
こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？似合ってる。名をつけねばな。ノブ、まことの心。空、変をもかけよ。影、世を守る闇。ノブ、まことの心。城の中だね。